カレーライスを作ってもいないのに。あ、福神漬け買うの忘れた。と言ってみる。あら、いけない。ブクブク、福神漬けを買ってきてちょうだい。と言われて感じる長男の誇り。ひょくん、これから福神漬けを買いに行ってくるよ。長男として。